はい、どうもこんにちは、Gです。先日の連日の生放送をお付き合いいただいた方々ありがとうございました。大会自体はですね、ちょっと悔しさが残る結果となってしまって、一応目標としてはですね一桁を目指してたんですが、残念ながらこんな感じで届かずと。でも初めて大会で結果を求めて、でやってみた感想なんですけど、順位が上がるにつれて本物の猛者と当たりまくって、本当1位とか2位とか3位の方と当たりまくって、それでも勝つこともできたんで、そこは結構いい経験になったかなと思っております。ただやっぱり土壇場での打撃のミスとかが結構多かったんで、そこはまた練習するしかないのかなと思いました。はい、また大会が来たら頑張ろうかなと思っております。で、今日はですね、その大会の報酬の自チーム S ランク契約書を引こうと思うんですが、この9位から100位のやつですね、これを引こうかなと思うんですが、もうねどこで引こうかめっちゃ迷った結果、鈴木誠也選手を狙いに行こうと思います。誠也さんはですね、もうこんな感じで能力がめちゃめちゃ高いんですよね。守備能力もかなり良くて、で一応能力的にはですね、同値も狙えるんですよ。称号で83、83とかっていう同値ができるんで、リーグオーダーに僕は入れたいですし、プラスもうオールスターメンバーのリアタイのランク戦のメンバーにも、使おうかなと思っております。守備もですね76まで特殊で上げられるんで、本当にバランスがいい選手ですよね。一応太田大志さんもいるんですけど、オールスターメンバーで考えた時には、やっぱり鈴木誠也選手かなと。あとあれですね、今回の大会で純正の強化をめちゃめちゃしたんですけど、それでオーダーの組み方というか、1年の中でどんな風に純正の強化をしていくかっていうのが、かなり明確になりました。例えば今回ダルさんと大谷投手をスピ解放したんですが、スピリッツで考えた時にスピリッツ差が500になるから今年はワールドスターを引かなきゃいけないとか、なんかそういうガチャの引き方というか強化するタイミングとかが、だいぶ見えたかなと思いました。そんな感じで今日のところはですね、とりあえず、オールスターメンバーを強化したいなと思ったんで、まず契約書関連引いて、で自チーム S ランク契約書引いて、もしそこで当たらなければ、ミキサーもやっていこうかなと思います。とりあえずは、自チームは広島にはしてきたんですけど、ゴルチケから引いていこうかなと思います。意外とゴルチケが、何枚あるかちょっと分かんないですけど、20枚ぐらいあると思うんで、とりあえず行こうと思います。ここで、いやないとは思うんですけど、もし鈴木誠也選手が来たらちょっといろいろと予定を変えられるんで嬉しいんですけど、さすがにそんな神引きは今までしたことがないんで、これもしかしたら、よかった、燃えました。 A ランクしかないですかね。いや本当でも当たる可能性はゼロではないかなと思うんで、ほとんどゼロに近いと思うんですけどね。10枚目最後 A ランク、はい、中村選手でした。今の時期で言うと、とりあえずはオールスターメンバーの、リアタのメンバー強化して4枚ですね4枚しかなかったんですが、いきます、お願いします。せめて A ランクとかが来てくれたら嬉しいんですけど、なさそうですね、さすがに全員 B ランク、4枚 B ランクっぽいですね。はい、多分そうです。はい、じゃあ次 30% いきますか。ここはちょっと1枚ずついきますか。すいません、お願いします。はい、3分の1なら全然ありえます。でもせいやさん来たら、純正の強化ここでしていってもいいんですけど、ファーストの翔さんが欲しいんで、なかったな。はい、2枚目いきます。いや本当ね、翔さんがやっぱり純正では必須なんだなってめちゃめちゃ感じたんで、常に最新の翔さんを持っていないといけないかなって思いました。はい、ここもなさそう。おお、割れたちょっとめっちゃドキッとした。読み方忘れました、すいません。いつもね選手名鑑見て覚えようとしてるんですけど、孫チャーホーですね。はい、孫チャーホー選手が当たりました。球種的にはちょっともう一回、なるほど、ちょっとリアタイ向きではないですね。でも S ランクが来ただけで全然 OK かなと思うんで、じゃあいきますか。これが本当に本番ですね。 S ランク自チーム契約書大会ランキングの報酬でございます。いきますか。ここで本当せいやさんが来てくれたら、使いたいですね。動画にマジでしたいんで。で称号もですね、何回かな、小3の A ランク6枚だから称号が3回ぐらいか、
ですね、はい、できるんでお願いします。さあ、まあ田中康介選手ね、結構好きな選手なんで嬉しいんですけど、ミキサーに混ぜますか。これは圧縮で、こっからミキサーやっていこうと思うんで、圧縮に申し訳ないんですけどちょっと使っていこうと思います。ミキサーも結構久々な感じがするんですよね。何回できるかはちょっと分かんないんですけど、とりあえずは、まあ圧縮なしでいきますか。ヤクルトの選手混ぜていきつつ、まあこんな感じのメンバーでまずは1回目いこうかなと思います。お願いします。さあどうなるか。あんまりね、こうなんかスピ解放も今後したい選手とかも結構いるんで、そこであの S ランクを使いたいんですよ。ミキサーじゃなくてスピ解放で使いたいっていうのがあるんで、あんま消費はしたくない。お願いします。おー、相澤選手相澤選手はですね、昨日かな、大会ほんと最後ぐらいの試合で、サヨナラホームラン打たれて負けましたね。あ、相澤選手じゃない、松山選手だ。まあちょっと嫌な記憶が蘇ってきましたということで2回目いきます。いや、リアルにあんまり消費したくないんで、うわー、どうしようかな。中川投手も A ランクたくさんいるんで、いきますか、このメンバーで。うわー、結構豪華なメンバーなんですが、お願いします。これで圧縮3枚か。どうせなら圧縮5枚いきたいですね。スピ解放の選手を残さずに一気にいっちゃうか、どうするか迷います。お願いします。うわー、メヒアか一瞬当たったかなと思った。メヒアどんな感じの能力なんですか。あ、ラインドライブか。へー、ファースト適正で、わー、超広角持ちだ。うわー、なるほど、めちゃめちゃいいですね。いいんですけど、圧縮に回しましょう。今回は結構メンバーもっていうか S ランクの消費が激しすぎて、うわー、メヒアメヒアが並んでるんですけど、松井投手はとりあえず A ランクいるから、古いシリーズは混ぜちゃってもいいかな。こんな感じで大和さんもまあいいか。古いシリーズは守備がめちゃめちゃいいんで残してるんですけど、まあ、守備固めで残しておければ OK かな。まあ、守備固めの選手は本当にあのスピリッツ関係ないんで、さあ何回目だっけこれ、4回目か。お願いします。うおジョンソン大会でめちゃめちゃやられた記憶がまた蘇ってきた。ジョンソンなぜか打てなかったんですよね、パワーカーブとか、あ、強くて。なるほど、じゃあ次また行きますか。いや、もうあれですね、ダメですね。これは結構残しておきたい選手がいるんで、もう行っちゃいますか。ここで、メヒア入れて4圧縮ですね。はい、うわー、すごいメンバーですね。いや、行きます、お願いします。これがラストです。はい、いや、どうしようかな、当たんなかったら。あとなんかチャンスありますかね。自チーム S とか、あ、 V ローダの報酬かな、それぐらいしかないんで。いや、頼みます。うわ、怖え、お願いします。うわー、悲しい。いや、結構いい選手当たってるんですよね。西川さんとかめちゃめちゃ能力上がってるんでしたっけ確か。うわー、超高額持ちの西川選手。いやー、これまだいけなくはないんですけどね。ちょっと、外した時のことを考えると怖いなって思うんですよね。まあ、山本投手なんかはもう3400いるんで、正直もう使いどころがないんで、混ぜてもいいんですけど、いや、ちょっと、まあ、なんとなくなんですけど、いや、どうしようかな。ちょっと圧縮した後にもう一回行くっていうのも、本当おかしい話なんですけど、山本投手も A ランク行って、山本投手も3400いて、ビアヌエヴァも、A ランクがたくさんいるから、玉井投手も一応ちょっと選手寮から移動していきます。いや、でもこれするならな、もう5圧縮で行きたかったっすよね、さっき。どうしよう。いやでも本当もしかしたら当たるかもしれないんで、1圧縮しちゃおうかな。山本投手、山岡投手、ビアヌエヴァ、レアードも、いや、レアード残しとこうかな。ビアヌエヴァ2枚、いや、
玉井投手で行きましょう。このメンバーで一圧縮ですが、うわ超絶豪華なメンバー、行きます。もう迷いはないです。行きましょう。うん、まあ、正直かぶりの選手はもう A ランクとかがいれば、あとはもう称号に使うしかないんで、 S ランクでも。そう考えたらまあミキサーに回しても別におかしくはないかなっていう感じなんで、お願いします。マジで頼む、来い。あー戻ってきた。